フラグをフラグをおじさん選択肢いくらでも挽回のチャンスはあったのに怖い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 って怖いって怖いやめとくフラグクラッシャーすぎるおじさんはいどうもアニメリアクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います 今回見ていくのは、異世界おじさん。第2話見ていこうと思います。はい。というわけでやってまいりました。異世界おじさんですね。やっていこうと思います。まあ、前回、異世界おじさんってどんな話なんだろう。へえ、なんかすごいギャグ、コメディっぽいな。どうなんだろうな。そういう風にね、ワクワクして見ていたら、ただただおじさんがかわいそうというか、おじさんの哀愁を楽しむアニメだったということで <laughs>、ま、今回もね、多分おじさんのこの異世界での経験をこう交えながら、どんな風にね、この現代社会に順応していくのかを見ています。 いくと思うので本当にねせかっであるおじさんと一緒に楽しんでいこうと思いますはいというわけで今回もやっていきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさて <laughs> おじさんと高文 <laughs> さあどういう生活をしていくのか今回はさ<う>ああー はは <laughs> なるほど。都市ガス対氷魔法。ああ、炎上しちゃったのかな都市ガス vs 氷魔法。お、オークション。何ええー。気になったんだ。 <laughs> そう、なの。本当にね。セ、セガへの愛があ。それが終わってしまったらどうなってしまうんだ、おじさん。<laughs> 僕もあんまり興味がないな。なんだろう、うセガ。 あ,あうん。あははははなるほどね。おまあ移植ってちょっと悲しいよなあ そうだ、ちょ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 、どうしたのおじさんえー、浮いてる、おじ,おじさんあっイキュラスキオラだ いやー、やっぱり。でも本当におじさん。ガーディアンズヒーローだっけガーディアン・ヒーローズガーディアンズヒーローが評価されたら、おじさん、目離したりしないもう僕の元から去った。彼は成長したんだとか言わないおじさん。197位であるからいいみたいなところもない <laughs> いいね。 僕、ほんとにね、背がっこじゃないから、<laughs> でも、わかるよな。でも、やっぱり、ゲームと言ったら r p g でしょみたいな。なんか、そしゃげに負けたような気分だろやっぱり言っちゃうと。このハー、は、なにハードっていうか、なんて言ったらいいんだっけコンシューマーゲームが。わかるよ。FF の最高傑作が、FF14 ですよねって言われて、なんか、もやっとする感じだろははは。<laughs> <laughs> いいけど、面白いけど、やっぱり7とか10であってほしいよね、みたいな。まあ、FF に関してはその類じゃないと思うんだけど。<laughs> さあ、この子たち、まだ2人いるからな、異世界での住人が。でもなんかさ、このパネルを見る限りさ、エルフちゃんはなんか、現代に狂っぽくない ほらちょ、めっちゃ可愛いんだけどおい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 、わしより安い値段で売られる。あ <laughs>、いい笑顔だ。おじさん、頑張れ。<laughs> おぉいいじゃん。あ、そうなんだ。あ、 ちょっとわかるね。あ、マジでお使いクエストいクラセルラン。<laughs> 嫌われすぎだろ <laughs>。嫌われすぎてるって。本当よ。ボコボコにしてるし。 竜。等身検。<laughs> はいはい。おう,う !14 人物が塞ぎ込んでる。あらあ、オープニングにいた子か メイベル。ああ、そういうこと。かわいい。うん。ああ、それを見せてあげろってことか。 どうえおいフラグをフラグをフラグを折るななんでそうだよ <laughs> 覚えて <laughs> これさ、かぼち村状態になるから、ドラクエ5の。 あ、いえいえフラグクラッシャーすぎるおじさんさあ、誰だお予感セガ・サターンオークションかなんだ ああおじさんに買ってあげたんだ。優しいね、高海。声。<laughs> 声が。おあか、<laughs> ど、喜んでるの。あ、そうなんだ。 あガーディアンヒーローズ。どっちどっちあははよかった <laughs> よかった。ま、あそうね。生活必需品だよ。さて。 おじさんおじさんあ,あそうなの異世界にも年末っていう概念があるの <laughs> 見せてほしい。帰ったら見せて。 はいはい。そっちじゃないよ。<laughs> <laughs> おああ。まあ、そうね。こっちからもう終わっ、うん、終わったよ。 ま、あそれはそう <laughs>。確かに。こち亀って多分500巻ぐらい出てもおかしくなさそう。<laughs> 作者に何かあったと思うよな。さあ。おおええー。 でも、混ざってるじゃん。おじさん。あ,あお馴染んでる馴染んでる。えあ、あ、はいあ。あの、ここ大学時代の僕。<laughs> まあなあ、厳しいのか。寂しかったわけだ。なんかオープニングの子いたよね、さっき。寂しいね。ああ、積んでればあれあれあれ <laughs> <laughs> 考えることをやめました。<laughs> うん。メイベル。えちょ、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 待って、待って、待って、ってえあはははは、<laughs> 何えあ、青い女の子が来たってことでしょ はい。<noise> <laughs> 正解踏んづけてるな。正解じゃん。すごいね。いい言葉言うね、おじさん。<laughs> そうね。 お。ん、ん。ん。なんて、あ、ん。え。 歪んじゃった <laughs> RPG やらないからことごとく選択肢を外している <laughs>。 おじさん、選択肢、いくらでも挽回のチャンスはあったのに。<laughs> ああ。特大号うん、終わったよ。あれも終わるものでした。まあ今はなんちゃんが頑張ってるからな。 ははは、<laughs> 新鮮に驚くな。笑っていいともからか。90年代は笑っていいともだったんだ。2000年代前後か。笑ってはいけないわ。さあ、18年1月。さあ、誰だ 誰,誰と話してるおじさん捕まるようん僕もやめる僕でもやめる藤宮。あらこれはなんだ幼馴染か かわいい。どっちもかわいい。大きくなりやがって <laughs>。あ、大学生と。あ、で、おじさんいるけど大丈夫呼んじゃって。あら。 あの、やばいおじさんがいるんですけど大丈夫ですかね <laughs> ちょっと勇気出してきたのに。おあのおじさんとこの、この世界の一般人をこう、あんまり交わせてはいけないという感覚がないのか高文には。さあ。おじさんもいない 長い髪の毛。<laughs> おじさんのロン毛。あ <laughs> あ、なんか来てるよ。<laughs> 後ろに。あ。<laughs> あなにえなに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  んん怖い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 やめとき。おじさん。危ないとこだったね。怖いって、モンスターになってる。 怖い <laughs> あの、異世界で化け物扱いされる理由が若干分かったんだけど。<laughs> まあ、抗議、うん、でもどうだろうあ、そうね。あははは、そうね。へえ。 高かふみまでおかしくなったと200万 <laughs> <laughs> あっかわいい <laughs> なんでそっちが切っちゃうのうん。分かってたらツンデレちゃんはな、なんかないがしろにしないよはははバンゲリバンゲリも一応終わりましたよ。おうん。そうなんだ。そう繋がるのね。 はあ、かわいいそうねあすかに。 ほっせ <laughs> 本物の話何だせ楓セガのキャラじゃないのそれ 言ってることは至極くまっとう。ほんとよ。<laughs> お早い あやばいかわいい。かわいいな、この子。おオークションすげえな。はーい。 ッコつかないなぁ。すれすれなとこだよな。なんていい子なんだ、この子。あお,おじさんのが上なのみたいな <laughs>。なんだ米。ごめん うわ、おじさんのが上なんだ。かわいそう。こんだけかわいいのに、いい子で。そうね。さすがに、かわいそうだね。しかも、15キロだろ。とてもかわいそう。藤宮ちゃん。 しっかりマエンリュにも声優がいましたね。いいですね。メイベルちゃんも可愛い。ちょっとシンパシー感じるしな、この髪色になってから。まあ、僕はエヴァを通ってきてない人間だから、あれだけど、アスカがツンデレだという概念はわかってるけど、それで感じ取れないのか。<laughs> 全部見て感じ取れないって、おじさんのこの解像度のこの低さはえげつないですね。 本当に。ゲームとあれで本当にブラウン管とプラズマテレビぐらいの本当に解像度の差があるな。さあ、まあでも本当にいろんなところでフラグ回収してるのにな。もったいね。いくらでも無双できるというか、本当に言ってしまうとテンプレなろうみたいな。 この動きができるはずだったのに、その概念がないことにより、さらにそう、RPG の経験のなさによって、フラグを踏み外しまくり、大変なことになってしまっているな。なんかでも、おじさんの中でやっぱりゲームはこう、ピコピコ動かすもんなんだぞ、みたいな、話を追うもの、なんて言ったらいいんだろうな。アクションだろ、みたいな、そういうあれがあるんだろうな。さあ、あの指輪。いいな。<laughs> 面白すぎるだろ、この作品。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけど <laughs>、面白いなぁ。いいなぁ。異世界おじさん。いいですね。面白いですね。見ててすごい楽しいなっていう風に思うし <laughs>。おじさんの哀愁がいいよなやっぱり。いやーもうもっとゲームやっとけばよかった。まあでも気持ちはわかるけどね。RPG。久しぶりにやろう。まだ進み切ってない。エンディング見てないから久しぶりにやろうと思っても、今どこにいて何やってんだっけってなるのはね。よくあることではあるけど。いやぁ、なかなか厳しい。本ほうとう。 経験ののなさがこの異世界でででも出てしまったわけではあるんですよねすぐ忘れちゃうからみたいな。なんていう本当にメイベルちゃんともこのフラグをこうしっかり構築したのにぶっ壊してしまうというね。ああなかなか恐ろしい感じですね。<laughs> それにしても扱いが悪いおじさんかわいそうなんかさシンプルにしてたらすごい。 悪い人じゃないんだよね、この人って。癖が強いだけなんだよ。癖と自我が非常に強いだけで、まあ本当にね、なんか悪意っていうものは持ってないし、普通の人とは言えないけど、ちょっと変わり者な人ぐらいだと思うんだけど、優しい人だしね。うん。だ、んだけど、ちょっとね、この現代の価値観と合ってないし、ちょっと、 うーん時代が時代だよなっていう感じの <laughs>、なんかこの哀愁がすごいいいよな <laughs>。いや、でも藤宮ちゃんすごい可愛かったな。いや、なんかこの作品のいいところはやっぱりさ、おじさんの作画はすごい気持ち悪く描いてて、すごい癖が強い風な作画に見せておいて、しっかり可愛いキャラは王道に可愛く描いてるところがいいですよね。特に僕、やっぱりこのさ、あの、キービジュアルのこの、何これ現代のエルフちゃんなのかなこのパーカーを着たエルフちゃんがめちゃめちゃ可愛くてすごいお気に入りなんですけど、いやいいです でもなんか、高組もなんかモテる理由がわかるような。藤宮ちゃんもさ、すごい好きだったけどさ。だってなんかすごい面倒見がいいしね。なんかこう、やっぱり、なんかこのおじさんを受け入れてあげるこの奴隷のなんか深さというか、懐の深さをこう見ると、やっぱりこう、あモテる理由っていうのはなんとなくわかる気がするな。なんかやっぱり。うん。いやなんかいいよね。<laughs> もったいね。本当に。おじさんを切れば、 本当にね、高文は藤宮ちゃんと幸せになれるのかもしれないけど、まあでもおじさんは切れないよななんかこのさ、哀愁にまみれた背中とかさ、この現代の価値観に合ってない、なんかおじさんのこのなんか、もっ なんか持っているこの価値観、この現代の価値観と合ってないおじさんの価値観を見せられると、ちょっとほっとけないよね。うん。<laughs> おじさんにも、おじさんにも幸せになってほしいなって思うけど、なんかそういう一般的な幸せはいらないのだみたいなことを思ってそうなのがね、なかなかこういろん,んなものがすれ違ってて、うん、噛み合わないなって感じがしてて、なんか愛おしく思いますね、この世界が。はい。なんか全体的に灰色なのになんかすごい面白いよね。なんか色とりどりって感じで。 うん。なんかやっぱりでもそこら辺も対比なんだろうね。現代の世界はちょっと灰色めに映しておいて、異世界では明るくするっていう。いや、いいですね。なんかこう <laughs>、メイベルちゃんにね、そのまま引きこもってていいんだよってこう、歪めてしまうあたりとかね。うん、おじさんが背格好じゃなかったらどうなっていたんだろうっていうふうに気になりますね。はい。いや、でも本当にね、この作品めちゃくちゃ面白いですね。癖が強いけど、なんか全然なんかこう、くどくないのがいいよね。 はい。ま、あ本当にね、これから先、なんかこの藤宮ちゃんも含めて、おじさんとのコメディーを楽しんでいこうと思いますのでね。これからもやっていきましょう。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。おじさんとか藤宮ちゃんとか、高踏みとか、いろいろお待ちしておりますね。おじさんがツンデレの概念を理解するときが来るのだろうかね。はい。ま、いろいろとね、こう、違いが出てくると思うので、これから先も楽しんでいこうと思います。以上、異世界おじさんでした。バイバイ。